はい、ということでね、10月が終わります。はい、よいお年を。まあ早いな早キャラ2ヶ月あるのに。もう俺の誕生日も終わったし、うん、もう終わりですよ。この間秋はこれからって言ってたのに過ぎ去るのめっちゃ早くない？まだまだでしょ秋も。あとでも言ってもマジであと2ヶ月よ、うん、まあね。どうやり残したことない？結構楽しんだ。やった？うん。何楽しんだ？いや、その宮古島とかも家族旅行行って、あの仕事もぼちぼち頑張って、うん、バイクも買ったしね。バイクも買って、あ、確かにね、うん、充実してんのよ。人生楽しい。人生楽しい。あ、そう。もうその息出して、ね、出しました。実感してる、ね、ね。確かにね、子供もいて、うん。そうそうそう。家族旅行っていうものも確かに違って、なんか今までの旅行と違う楽しみ方もあって。ね、確かにね。なんか一番人間してるよな。一番人間してるね。本当にしてる。そのやっぱこの業界にいる人ってさ、なんか人間っぽくないじゃんみんな。浮世離れしてますからね。一番人間してる。確かに人間してるね。うん、お二人どうですか？まあ11月は主演控えてるんで、うん、それを終わって、でも今年まあ大きな仕事それが最後のぐらいなんで、うんうん、まあそれで締めようかと。あ、じゃあいや、ここの主演大事ですよ。主演大事ですよ。この主演成功させて向こう5年どんだけ充実させるか。そんなかかってかかってますよ。ジョー君、いや、かかるよ。ジョー君頑張りましょうよ。いやいやいや、ジョー君頑張ってください。なんだそのプレッシャーは。来てくれるでしょ。絶対来んで。本当絶対来てよ。ってください。絶対来てね。いや、でも先週いやでもいやいや来るって言われな。おい、先週の本当に先週のやっぱさ、うん、エチュードがちょっと心配になったわ俺は。本当に。あれで、うん、別に俺は心配じゃないでしょ。3人が心配でしょ。あれで3人が心配やわ。か、俺でも今年あれしたいよ。何したい？またなんか4人で温泉旅行とか行きたいよ。熱海。あ、いいね、うん、行く。本当に本当に行く。行きたいです行きたいです。マジでグランピングしたいね。ずっと言ってるけど、グランピングでいいんじゃないですか。手ぶらで。でもうさ、そのサウナっていうさ共通ができたから、ね、まあいけるよね。グランピングもいいし、あのね、釣りしたいんだよね俺。あ、そうなの。ほら、うん、そんな好きなんだ。じゃあ12月いどう、みんな12月。12月のテラが終わって、いや、その直後、まあ、ちょっとそれ後で話すか。うん。時間来ちゃった。時間さあそれでは行きましょう。運水のこんばんのーしょしょー。皆さんこんばんは、小野健翔です。沢留ジョージです。岸本拓也です。寺山武史です。この番組は運水メンバーがワイワイガヤガヤと賑やかにお届けする、流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回は私小野健翔が MC を担当します。はい、335回目。よいしょ。はい、釣りやりたいな、うん、何釣り？海。船で出るの？うん。ああ、海か。極寒の。うわ、12月の海。やばいよ。やばいよ。マグロを。これ釣れなかったね。マグロ初心者が。マグロは無理だよ。やだよ。いいよ。でも楽しみ。あ、でも、なんかやっぱ、食いたいんだよね、釣ったの。魚いけんの？ダメじゃん。いやいや、だから、うん、多分釣ったやつだったらいける。あ、努力込みで。ああ、で、煮つけたりしたらいけんでしょ。いや、煮つけが一番なんです。なんで？生は？刺身はいける。刺身はいいじゃん。じゃあ釣りたてで新鮮で。いいじゃん、いいじゃん。海の上。林明宏連れていけばね、船も出してくれる。いやー、連れていくのちょっと疲れんな。疲れる疲れる。わかるわ。あのね、俺は知り合いの俳優ね。誰もさ、クロートいないじゃん。うん。もういいじゃん、それは。その、あの、船長。あ、船長でいいね。ビギナー系のやつでいいんだ。ビギナー系のやつで。先生死んでる。はい。ということで、まあ、我々が、一番、苦手なイベントがもう近いわけですよ、うん、ハロウィン。ハロウィン、ハロウィンね。そう、でも娘できてからさ、うん、娘にはちょっとやらせたいなって気持ちある。一緒にやんない？それはもうホームハロウィン可愛いじゃん。一緒にやんない？3人で。3人で3人でやるもん。それで写真一緒に撮ったりするなんか一作品でみたいなこと。そうそうそう、スパイファミリーやるよ。いやー、サイズ的にいいじゃん。超いいじゃん。いけるいけるじゃん。サイズ的に、うん、やるの？やらないでしょ。俺ら夫婦のこと知ってるでしょ。絶対やらないでしょ。テラフォージャー。テラフォージャーね。やらないテラフォーマーみたいな。テラフォーマー。テラフォーマーみたいな。ジョージやればいいじゃん。ジョージはジョージやる。俺やるわ。俺がやるわ。ジョージがジョージやって。黒塗りでいきます。はい、ということでね、ハロウィンの話題もそんなに盛り上がらなかったので、ね、皆さん最後までよろしくお願いします。
はい、ということで始まった運水の今晩どうしましょうですが、うん、なんかありますか皆さん。ないなら普通おたいきますけど。最近、うん、最近はなんかあったかな。なさそうやねじゃあ普通おたいきます、うん、はい、ください。うんこはネームちいこさんがいただきました。ありがとうございます。うんさんの皆さんこんばんは。こんばんは。舞台について素朴な疑問がありお便りさせていただきました。すでに回答されていたら申し訳ございません。全然いいですよ。 よろしくお願いいたします、はい、寺山さんが以前、はい、日だまりの中でという舞台に出演されていました。あ、はいはい、その説は素敵な作品を見させていただきありがとうございました。ありがとうございます。その舞台の役者さんたちはみんな福井弁を話していました。はい、福井弁を話す舞台は珍しくて新鮮で楽しかったですし、うん、福井県出身の私は地元が舞台の、うん、作品を見ることができてとてもとても嬉しかったです、うん、その時ふと思ったのですが役者さんってどうやって方言を身につけるのかなでした、うん、関西弁などよく聞く言葉と違って福井弁を聞く機会はなかなかないと思います。予想では方言のスペシャリストを呼んだりとかその土地の YouTube などを見て練習するのかなと思っていますが、うん、いかがでしょうか。どうぞよろしくお願いいたしますと。このお便り奇跡のタイミングっすよ。そう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 。この日だまりの中でっていう脚本演出、うんうん、林明宏そう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 福井県出身だよ。だからあれすげえタイムリーでよく出てきたなと思って。すごい。すごいタイミングね。すげえタイミング。まあ、ちなみにその林明宏が福井県出身なので、うん、まあその人が方言指導とかね、うんうんうん。方言指導の先生がいらっしゃるケース多いですよね。うん、多いし、大体そういう舞台とかって、その地方の方がいたりするじゃん。近い人とかね。そう。しかもちょっと福井弁って関西弁寄りだよね。いやでも不思議でした ね、 なんか不思議な感じでした、うん、イントネーションも、うん、なんかアニメとかの場合はね事前にもらったりするそのセリフをあイントネーションもうセリフの中でイントネーションがもう、うん、そのデータが送られてくるあデータがね、うん、じゃあ、まある程度真似してっていう感じで、うん、そうねそれを、ね、覚えてやるみたいな感じかな、うんうんうん、でまあ当日もスタジオにその方言の人がいて、うんうんうんで違ったら直してくるみたいな、うん、そんな感じかな、はいはいうん、でも舞台の方が難しいよ ね、 ね覚えなきゃいけないもん覚えなきゃいけないからね、うん、そうね細切れじゃないもんねそうアニメはもう一回言っちゃえばもう忘れられるからさ、うん、やっぱテレビでもその東北のその東北弁、はい、あの訛りをやってたりするけどやっぱちょっとそのなんだろう標準語話す人が話す方言だなっていう風に感じることが多い、まあねうん、やっぱ難しい方言をそのままやるっていうのはそれはね山田孝之さんも言ってましたよ、うん、言ってたもう方言の芝居はその土地の人がやった方が絶対いい、うん、わざわざ覚えてやっても嘘になっちゃうからやる必要がない、うん、できるだけ断りたいって言ってましたよ、うんうん、いやでもすごくわかる勝てないやっぱ地元の人の、うんまあね、微妙な加減何十年もね、うん、そ培ってるもん、ね、その言葉でやってる、ねまあ、なるべく ね訓練して本番に挑みますけど、うん、我々もね誰だっけななんかハリウッドの俳優さんはなんかイタリアかどっかでイタリア人の役やるときは何ヶ月か住むって言ってたねもう、うんうん、あそこまでしてでもやっぱり微妙に違ったりね、うん、まあね、まあ、より近づけるためにっていう、うん、そういうことですよね難しいですよ、うん、ぐらい難しいよね、うんうんいやなんかいいお便りでした、ね、そうですね俳優っぽい俳優っぽいラジオだな俺たち俳優だったはずいはずい、うん、次のお便り行こう続いていきたいと思いますうんこはネームシャーマンカンさんからいただきましたありがとうございますうんさんの皆さんこんばんはこんばんは先日小学2年生の甥っ子に〇〇ちゃんって学校行ってると聞かれたので仕事があるから行ってないなと答えたところ、うん、彼の中で私は最終学歴幼稚園の人という認識になってしまいましたすげえそれ以降遊びに行くたびに勉強を教えてくれます。ああ先週は九九を教わりました。かわいい、ね、かわいい私はこのまま幼卒として振る舞うべきか言わない幼卒幼稚園卒それとも真実を教えるべきか悩んでいます。いずれ知るんじゃん。運勢の皆さんはどちらがいいと思いますか泳がした方が楽しそうだね楽しそう毎回、いずれわかるよ、うん、なんか子供って人に教えることで学んでいく成長していくからね。そうそう身につけたものを披露したいし ね、うん、なるほどね。だからやっぱその子は多分勉強が好きになっていくと思うよこれ、ねうん、なんかいたもんな幼稚園でさ漢字も覚えてる子とかね早いね、うん、頭いい子はクモンだよクモンクモンね、うん、クモンね英語習いたかったなちっちゃい頃からあそれはあるね。そうね中学からじゃやっぱちょっと遅いんだよね。そうなのよ、うん、耳がね、ちっちゃい頃のさ、うん、
九州スポンジはやっぱすごいよね。すごいよ。大人になってからじゃやっぱむずい、うん、もう今もうあのなんかあれだもんね、スポンジっていうかもう なんだろうねなんか漏れてる、なんかあの漏れちゃってる、ボールでもうなんか覆ってる感じがする。そのノーミスわかんない、ゴムボールで、それが分からんわ。あのボールってあれよ、あのサラダボールとかのボールよ。あーあー、でなんかノーミス覆ってて、うん、もうカチコチになってるってこと、ピーンってこう跳ね返ってするよね、新しいものね、うん、新しいもの柔軟に行きたいですね、うん、確かにな。俺未だにだって LINE のことメールって言うもん。うわあね。あ、それはもうやめた方がいいわ。写真のことシャメでしょ、だって、ね、あ、言っちゃう、言っちゃ う, もうそれ一番古いからね、うん、もうシャメ送ってって言うのね、未だに、うん、携帯って言っちゃうしね、スマホ、スマホ ね、うん、ほとんどスマホだから未だに、え、ダメなのって思ってるもんね、うんうん、ダメだね、ダメか、ダメだね、うん、いや治るかないいよ、タキちゃんはそのままだね、俺はそういう人間だ、ね、そういう人間、そうなの、いいのそれで、そんな感じです今日間使ってくる、泳がせ方すごいな、そんな感じかな、はい、そんな感じ、はい、ということでここまでです。これからもじゃんじゃんお便りを送ってきてください。うんすい、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 運水の値段ぴったりショッピング。はい、こちらは値段を設定してお買い物をし一番近かった人の勝利という大好評の企画でございます、はい、そうだね、はい、そう、メンバーからは大好評だね、大好評、やってて超楽しい、はい、皆さんの反応はまだいただけてない、ね、いただけてないね、はい、これね、ぜひね反応とかもらいたいなと思います、はい、うんうん、それでは早速お買い物していきましょう、はい、今回は餃子の王将でお買い物、ありがとうございます。はい、まあ、順番あの好きなメニューで注文して、はい、今回は2000円に近かった人を、腹ふく食べれるよ、お腹いっぱいだね、マジで。それではね、早速注文していきたいなと思いますけど、はい、まあ、今日はちょっといつもと違うんで、まあ、寺からこう横でいきますか、私からいきますか、はい、うん、まず最初はもう定番中の定番、うん、餃子一丁、普通の餃子、餃子1枚お願いします、はい、普通の餃子、はい、いくら予想、まあ500円しないぐらいじゃないですか、400円とか、はい、私も餃子1枚お願いします。餃子1、餃子1、はい、サートメ春巻き、お春巻き、あ、いいね、サイド、そっちから300円ぐらいかなと思ってます、春巻き2つで、そんなもんですかね、そんなもんでしょう、うん、うん、岸本も餃子です、あ、まあ餃子ね、まあ餃子の王将ですから、うん、食べときたいよね、これ餃子は行くよね、餃子は行く、うん、いや春巻きだろじゃあ2巡目いきますか、春巻きだろうなわけないじゃないですか餃子の王将、春巻きのイントネーション、ね、春巻きだろ、春巻きな、うん、海苔巻きあられる、春巻きだろ、おい絶対餃子でしょ1巡目は、はい、そうだよね、1巡目から、うん、春巻きだね、もうあのカーブかかってる、ね、はいはい、じゃあ2巡目、2巡目、はい、もうこのまね中華チェーン行ったら大体頼んじゃう、ニラレバ炒め、ね、あの一定数いるよね好きな人、そう、なんか俺日高屋とか行っても絶対これ頼んじゃうんだけど、元気になるもんなこれ食べると、そう、なんか家で作るのめんどくさいけど、うん、こうやってすぐ出してくれるなら食べたいなっていう気持ち、ニラレバ炒め、うん、頼まないんだよないつも、熱々で、うん、美味しいですよ。じゃあ俺行きますよ、はい、ここで春巻き、おお、サイド固め、はい、おお、サイドサイドで行くんだ、うん、サイドサイドで行きます、サードメ、はい、酢豚、おお、これはすごい道たどってますね、酢豚、酢豚ですね、餃子行かなかったんだ酢豚、酢豚、締め餃子、締め餃子あるかな、締め餃子はある、まあ700円予想で、まあこれで1000円ぐらいかな、酢豚、うん、酢豚好きなんですね、うん、岸本さん、はい、僕が一番好きな中華おかず、ホイコーローでございます。うまいよね。ホイコーロー。ね、ホイでございます。いくら？520円。え、そんな安いんだ。安いか、そんなに。もうちょっといきそうじゃない？520。いや、もう王将さんのその価格がわからない。そうなんだよな。いや、わかんないでしょ。今値上がりしてるでしょ。でも手作りだもんね。美味しいよね。美味しい。さあ、3巡目。はい。これなんて読むんだろう。極み極王チャーハン？極王だ。極王チャーハン。極みの王様チャーハン、チャーハンの方ね、めちゃくちゃうまそう、うまいね、お皿が違うもんね他のと、黒のやつだよね、うまそう、これ食べます、そっちがいいな、うん、
そっちがいいな。そっちがいいな。さあ、私、はい、その隣の、うん、極王天津飯。うまそうだな、これ。うまそう。あんかけチャーハン的な感じ。いいね、これは。そうだね。これがね、俺ちょっと1000円超えてくんじゃねえかなっていう予想で。それ超えそう。これ超えそうだ。特にこれに関しては、あんも卵もかかってるわけでしょ。し、カニカマ生。1000円いくわ。で、エビも乗ってるでしょ。エビ乗ってね、結構多め。だから、これ俺1000円いくなと思って、俺はここでストップ。早っ！マジで？はい。はいはい。じゃあ、その止めいきます、はい。天津チャーハン。極王じゃなくていいですか？極王じゃない方。天津派、チャーハン。天津飯じゃない。天津チャーハン。うまそうだな、これも。天津チャーハン。このあんの色がたまんないっすよね。うん、これがまあ、900円するか、890円。うわー、ちょっとまだね。少ないかな。いやー、でもこんなもんなんじゃないのかなって。で、俺、じゃあ次いきますね。はい。極王焼きそば。そんなの焼きそばあんの何そんなんの焼きそばあったえ極王シリーズそんなにあんの見ちゃってました僕うわある見えてましたうまそ極王天津麺とかあんじゃんうまそこれ勝った人出てくるんだっけ多分やばうまそ極王今日また収録終わりこれいっちゃうんじゃない俺らうまそう、はい、極王焼きそばが俺でも俺意外とみんなよりも、うん、ちょっと安め予想なの全部、うん、そうなんだよねで俺的には720円極王焼きそばが、うんまあ、そんな良心的なんだ、うんあはい、意外と極王はもうちょっと行ってもいい気するけど普通の焼きそばが多分、ね、600円台ぐらいじゃないかなそんな安いんだ、はい、予想でちょっと極王でプラス50円ぐらいかなと思ってます、うん、今でこれで海鮮入ってますよいやでも1500ぐらいの予想なので、ね、うん今がであいやまあでちょっとそこプラスいやどうする4巡目行く人じゃあ4巡目行く俺僕も行きます、はい、わあ俺も行っちゃおっかな行っちゃ食べよっかなみたいな言い方だね行っちゃおう俺も僕やっぱ、はい、食事に汁物欲しいタイプなんで、うん、卵スープでフィニッシュですあ、はいはいはい、あ卵スープねはいじゃあ私小野賢章小野さん杏仁豆腐、うんうんはいはいはい、もう中華っていうかもう杏仁豆腐めっちゃ好きなんで、うん、まあいいよね杏仁豆腐食べてフィニッシュですはいはいあじゃあ俺も杏仁豆腐なんだけどかぶんの嫌なんでマンゴープリンでいきますなのええやん別にマンゴープリンちょっと俺オーバーしてると思うんですけど、うんまあ、多少なら高め設定してるつもりなんで、はいはいはい、このデザート入れてちょうど2000円になるなっていういや、はい、いやどうだろうねマンゴープリンだって俺天津2個だからああなるほどメインいってないんだね、はい、天津2個と甘味と、うんうん、うんうんうん天津飯ね。天津飯。極王、はい。これ多分ぴったりよ。俺、ちょっと最後、まあ、最後俺の中で残り500円ぐらいなんだけど。結構余ってますね。で、自信あるのが、うん、鶏から。うわ、それ、あったそんなの。鶏から300円ぐらいじゃん。いや、鶏からね、500弱なの。そんなするん大きそうっすもんね。そんなするんだ。で、まあ、いろいろちょっと、いろいろ差額を調整してもらう感じで、まあ、鶏から最後で。鶏から最後。はい。食うね、みんな。さあ、はい、で揃いました。うまそうどれも。あんまり被ってなかったね、物が。餃子で餃子を頼みませんでした。締め餃子行く。感してるな、それは。春巻き行くんだ。春巻き。さあということで結果が来るかもしれません。来る。行け。あ、すごいガチャ早いな。キムチチャーハンとかもめちゃくちゃうまそう。それではお会計です。はい。2000円に近ければいいのね、プラマイ。まずは、はい、これは第3位。第3位。寺山うわいくらどっち5500円えあ1550円全然低いえいやほらそんな安い安いの来た来た来た王将そんな安いの、あこんな安いんだはえもう一品料理いけんじゃんこれ1位じゃない餃子さああいや卵スープ100円安安っちょっと値段は後でねうんそうだねちょっと安っうわ安っ続いて第2位。早乙女。お会計、はい、1673円。安っ。それでも足りてない。これやったかもな。俺だわ。やってるわ。俺だわ。全然足りてないじゃん。さあ続いて。安っ。じゃあ最後。1位。岸本。だろうな。1930円。すごい。もうほぼほぼ。すげえ。ピタリ賞じゃん、ピタリ賞じゃん、うん、ということで最下位私小野賢章は、
1390円。全然足りないんだね。全然足りない。てか餃子260円だって。やば、500円倍だと思ってた。俺もそんくらい言っても。でも春巻きはやっぱ300円すんだな。300円、俺も300円ぐらいの予想。極王焼きそば爆安630円。安っ。極王じゃないじゃん。極王チャーハンも680円。安っ。極王天津飯も630円。安っ。安いな。でも天津チャーハン610円だよ。へー、極でそんな違うの？20円ぐらい。何が違うんだろうな。すごいな。行きたい。うわってか大丈夫。俺やっぱその焼きそばがちょっと誤差生んだぐらいかな。あとは大体誤差ないよそれもう。これ罰ゲームないんだ。あ、よかった。これはこの金額分払ってくれるんじゃなくて。おいおいおいこの後あのご飯行くなら僕払います罰ゲームとしてね。はい、ということで、はい、いや面白いな。面白いね、本当に。難しいね。ということで勝利は岸本さんでした。以上値段ぴったりショッピングでした。運水の今晩どうしましょう。運水に聞きたい客のこと。現在55問を答えております。それではじゃんじゃんいきましょう。まずはうんこばネームサラダの子さんからいただきました。ありがとうございます。子供の頃にやって、親に怒られたエピソードを覚えている範囲で教えてください。子供の頃ね。ん、子供の頃、子供の頃にやって怒られたエピソード。あー、歯磨きが嫌いで、歯磨きをすげえ拒否してたら外に追い出されました。あ、いい加減にしろって感じだったんですよね。ほんと昔よく外に放り出されましたよね、うん、放り出された、うん、放り出された。俺未だに仲いいいとこの子と一緒に風呂入ってた時に、うん、あのなんか棒を、うん、で干潮しちゃったんだ。棒に干潮は、しかも服着てないのにそう棒で干潮して遊んでたら、あのそのいとこのお母さんにめっちゃ怒られて、うん、ビンタされて、うん、両鼻から鼻血出た。もう怖い。ボコボコ怖い怖い。片方じゃなくて。両鼻から鼻血出た思い出あります。うん、俺もなんだ、母親にめっちゃ生意気な態度取ってたら、うんうんうん、あのじいちゃん足悪いんすけど、うん、脳梗塞やって、うんうん、杖つきながらゆっくり俺のとこ来て、うん、フルビンタされました。みんなの芝刈り事情めっちゃ足不自由なじいちゃんがわざわざ立ってビンタしに来る。わざわざしに来たんだ。本当やばかったんだなと思って、うん、めっちゃ反省した。反省した。めっちゃ反省した。さすがにじいちゃんにやられた時は。アクションありそうだ。俺マジで思いつかなくて、うん、怒られた記憶はあるんだけど、うん、覚えてない。覚えてないんだけど。こうマジで怒られたのはなんかごめんね俺、うん、玉をさ、はい、隠せるのよ。あ、中に入れるタイプ。そうそうそう、あ、こう股で挟むじゃなくて、そう、それをお風呂上がりにおかんに見せたら、うん、はい、それもう帰ってこなくなるからやめなさいってっていうのしか今思い出せない。ゴールデンボールが、いいじゃん、ゴールデンボールズね、うん、しかじゃあ次行きましょうか、はい、ごめんな。うんこばネーム肉団子さんからいただきました。ありがとうございます。肉団子さん、もしもこの2つ、この先、はい、2つのメニューしか食べてはいけないとなったら何を選びますか。はい、自分は、カレーと納豆ご飯なら全然平気ですと。あ、2つ選んでいいんだ。うん、もう一生でしょ。ラーメンとマック、毎日ラーメンはちょっときついもんね。俺はもううな重と俺カレーうどんとパスタ。いやもうすげえ麺、やっぱでも麺、でも麺じゃん、麺で和洋。いやでもうどんそうだな。あ、でもカレー、いや、そばにしとくわでもさ、パエリアとかにしちゃえばさ、海鮮食べれるし米も食べれるしみたいなちょっとあるよね。なんか、そうか、 うな重と十割そば。十割が好きなんです。十割が好き。うな重と十割そば。今すごいよ、高速スライダーよ。どうしようかな、うん、でも米は白米入れときたいな、うん、でもカレーライスいっちゃったら白米ついてくるもんな。俺米と味噌汁でいっかな。あ、いや俺もね、そう、結局そうだと思う、うん、毎日食べなきゃいけないってなったら塩分型だな。いや米で調整できるじゃん。うな重に言われたくない本当だよ。ゼーの極み、タレドロドロに、タレドロドロの。
はい、ということで今回はここまでです。引き続き僕たちへの素朴な疑問をお待ちしております。じゃんじゃん送ってきてください。運水の今晩どうしましょう。運水活動日誌。ここからは運水の活動報告をしていきたいと思います。まずはお知らせです。運水アゲア2022東京場所大阪場所の会場で販売したグッズがアニモプロデュースのオンラインショップで販売されております。残数わずかのグッズもありますのでぜひお早めにお買い求めください。そして運水の今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。ぜひチェックしてください。はい、そして早乙女11月12日から15日までイケメン戦国ザステージサルトビサスケ編主演をやります。よろしくお願いします。はい、以上運水活動日誌でした。お送りしてきました運水の今晩どうしましょう。あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で運水アットマーク joqr.net unsui@joqr.net です。お便りが採用された方にはステッカーをお配りするので欲しい方は郵便番号、住所、氏名の記載をお忘れなく。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、ということで、うん、お塩行くこの後。いやちょっと王将の口になったな。てかなんか中華行きたいね普通に、うん、ここ中華行くか。毎週行ってる毎週行ってる。あそこ当たりだもんね。あそこ当たったけど毎週行ってるし、なんなら俺誕生日中華だった。もうね中華好き、中華三昧。中華ってうまいよな。うまいよね、うん、元気は出るよね、うん、いっぱい食べれちゃうし。そうそうそう、テンション上がるんだよね、うんうん、全部うまいからね、うん、いやでもこれさ夜中にこれ聞いてる人大変よ。いやしんどいだろうね。しょうがない、大変だよ。ありがとう、すいませんでした。聞いてくれて。はい、ということでこのあたりでお別れです。ここまでのお相手は小野健翔と早乙女ジョージと岸本拓也と寺山武史でした。せーの、バイバイ。早乙女を知りたい。こちらは独自の感性を持つ早乙女ジョージを知るコーナーです。独自じゃないんだよ。では今回の質問です。早乙女ジョージの子供の頃の夢は、うんうん、子供ってね広いからね、その年代、うん、何歳5歳ぐらい。5歳、5歳、ね、5歳ぐらい、ね、ちょっとずらしてくわ。やっぱちょっとやっぱずれ感じてたから。もう一個ヒント言うと田舎でした、うちは。いや大田舎でした。あ、そういうのが関係するってこと？関係します。いやもう俺はもうパッと思いついた、はい、決まった決まった。じゃあもう最初に思ったやつで、うん、お兄ちゃん。あ、うん、はあ、うん、なるほどね。そういうずらし方、いいずらし方で、5歳ならまあ思いがちかなっていう、うん、消防士。うーん、まあね5歳の男の子は思うよね、はい、うん、パトカー好きでしょ、うん、パトカーっていうか消防車ね。俺はだから交番のおまわりさん、うん、おまわりさんね、そのなんていう、うん、ヒーロー的なものがそこに当たるのかなってちょっと、うんうんうん、だいたい警察官か消防士だね、はい、それでは早乙女さん正解をお願いします。早乙女ジョージの子供の頃の夢は。私がなりたかった5歳の頃の夢は虫博士。なんだそれファーブル日記って知らん？ファーブル昆虫記。あれねめちゃめちゃ見ててね、5歳の時に、うん、読むよね。ずっと読んでてもうすごい面白いと思って。虫博士はやばいな。虫博士になろうと思ったよね。うん。